さあ続きいきましょう。まずは探索ですか。はい、戻ってきた形になるのかな。おっと、ちょっとこの辺アクセスしてみますか。変なんだよね、この土管の中何を聞いてもあーとかうーしか言わないんだよね。やべえんじゃないかこれ。男女の営みがこれいいのか、言ってこれ大丈夫か。もっといかない。ここの人病気みたいなの。近くで倒れていたのを誰かが助けたんだって。へえ、ちょっと行ってみるか。まあ医者じゃないけど大丈夫かお前。だいぶなだれてるけどな。みすぼらちょっとこう、なんかこんなが進んでんだね。いやー、ちょっとダメそうだなこれ。大丈夫かお前。この人なのね、助けてあげられない。悪いが俺は医者じゃない。そうだよね医者連れてくればいいのかな。そうよね。あら、この人入れ墨してる。数字の2、ほう、数字の2。なんか今後なんかあんのかな。ウォールマーケットって知ってっか。いいえ、6番街スラムにあるマーケットだ。あそこに行けば何でも揃うんだけど、途中の道がね、なんか薬品とかさ売ってんのかな。でも病名わかんないとさ薬品も買えないっすよね。何をしてるかって、下を向いて歩いてるのよ。下にはいろいろ落ちてるけど、上を見たって何も落ちてきやしないものでしょ。いやー、そうは言っても下を向いてじゃ虹を見つけられね、虹は見つけられないぜっていうね、そういうことはありますけどね。はい、まあとりあえずこの建物はなんかお店っぽいね。スクラップだろうがマテリアだろうが、このスラムで手に入らないものはないだ。いいね、いいマテリアが揃ってるって見ててくんだ。オッケーオッケー。もうマテリア高いんすよね。いや、まあとりあえず一通り持ってるからとりあえず保留。あー、これは下を向いてるおばさんですわ。これ武器とかかな。ジロジロ、ふん、アイテムは金と引き換えだよ。なんかどこかこう偏屈というか、そんな感じの雰囲気だね。フェニオがないのよ。テント、 HP、 MP が全回復、セーブできるところでしか使えない。毒消し4つ、ポーションをもうちょっと買いたいね。10個ぐらい、いやちょっと10個持ちすぎかな。テントも欲しいんですよ。いや、じゃあ10個持ちぐらいで、でテント1個持ってるか。フェニオだな、フェニオ3つぐらい持って、テントは1個。よし、ちょっとお金なくなっちゃったね。武器とか売ってんのかな。ちょっと買えなさそうな感じがする。これは武器屋って感じでもなさそうだ。プレジデント死んだの言うことなんてみんな嘘っぱちさ。だからアバランチだかアバンチュールだか知らねえが、あいつらも信用ならねえ。あれこれ言ってても結局上の連中が羨ましいだけなのさ。あー、なるほどね。なら誰を信じるか決まってんじゃねえか。俺だよ俺は。俺に嘘つかねえからな。自分自身しか信じられないという感じか。ニュースをお伝えします。テロリストグループアバランチの破壊工作により一部供給が中断していた。ミッドガルの電力が間もなく回復する予定です。プレジデント信頼に続き、ミッドガルのドミノ市長もアバランチに対する非難声明を出しています。やってることはやっぱあんま褒められたもんじゃないなって気はするよね。グーグー、これで誰にも見つからない。ムニャムニャ、一番上と二番目のなんだろう。何何、おや、一番上と二番目の棚の間の隠し棚を開ける。これじゃねえの。ゴギルか。いや、そのままにしとこう。これ。一番棚を開ける、空っぽ。あ、やっぱそういうことか。自分のお小遣いしまってるっていうことなんじゃない。ちょっとこれこのままにしとこうか。かわいそうだからね。
ップしとこう。これ言ったっけ、パス、パスの中みたいな。あ、来てない。これは、あー、武器屋だ。武器屋欲しいのか。なら残念だな。お前らに売る武器はない。なぜなら店はあっち向こうだからな。あー、そういうこと。こっちか。自分は自分の身で守る。こいつがスラブの常識よ。そのためにはまず強い武器だろ。やばい、金ないぞ。あー、でーも、あー、チタンバングル、ギリ買えない。ちょっと我慢だな、ここな。なしゃないですね。ほんで、こっちは、お、これがエアリスの家。くせえな。あ、なんか光ってる。アイテム落ちて、あ、ちょっと待って、あ、入っちゃったな。ただいま、お母さん。いいね、曲が素晴らしいね。この人クラウド、私のボディーガードよ。ボディーガードってお前また狙われたのかい。体は怪我はないのかい。大丈夫、今日はクラウドもいてくれたし。なかなかボディーガードとはいえ男紹介できないよね、親にね。大丈夫かね。ありがとう、ありがとうね、クラウドさん。まあでもそういう世界観なんだろうね。ちょっとこう物騒なね、スラムとかもあるしね。ねえ、これからどうするの。7番街は遠いのか。ティファの店に行きたいんだ。ティファって女の人。ああ、彼女。そんなんじゃない、そんなところ。いや、そ、今そんなんじゃないけどね。いや、そんなところだ、言いたいけどね、これね。そんなんじゃない。ふふふ、そんなに向きにならなくてもいいと思うけど。でもまあいいわ。7番街だったわね。私が案内したけど。あ、案内できる。冗談じゃない。また危ない目にあったらどうするんだ。慣れてるわ。家にいた方がいいんじゃねえの。慣れてる。まあそうだとしても女の力を借りるなんて、女の力なんて、そういう言い方されて黙っているわけにはいかないわね。お母さん、私7番街でいいよな。7番街まで、クラウドを送っていくから。オッケーオッケー、一緒に行こう。やれやれ、言い出したら聞かないからね。でも明日にしたらどうだい。今日はもう遅くなってきたし。うん、分かった、お母さん。エアリスペットの準備をしておくれ。エアリスと暑い夜を過ごすソルジャー、元ソルジャーか。あんたのその目の輝きはソルジャーなんだろ。ああ、しかし昔の話だ。言いにくいんだけど、今夜のうちに出てってくれないかい。エアリスには内緒でさ。なぜだ。もうエアリスは俺の女だ。なんかあの、お母さんちょっと心配してんだね、これね。巻き込ませたくないのかな。元とはいえ戦闘集団だからね、ソルジャーって。7番街へは6番街 を抜けていくの。6番街ちょっと危険なところだから、今夜はゆっくり休んでね。オッケー、クラウド、おやすみ。じゃあ夜にこっそり抜け出すか。お母さんがそうしろってな、言ったからな。参ったな。参っちゃったちゃんだよね、これね。かなりやれたな。疲れてるみたいだぞ。もう、なになになに、こんなきちんとしたベッド久しぶりだ。ああ、そうだな、あれ以来かな。多重人格者なんじゃねえか、おい。クラウド、大丈夫か。本当に立派になってね。なってえか。そんなんじゃあれだね、女の子もほっとかないだろ。別に、なんでこう不愛想なのかね、これね。心配なんだよ。都会には色誘惑が多いんだろ。あ、これ昔のあれかな。なんかあの、帰省してきた時みたいな感じだから、夏休みに帰省みたいな。ちゃんとした彼女がいれば母さん少しは安心できるってもんだ。俺は大丈夫だよ。あんたにはね、ちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく、そんな女の子がぴったりだと思うんだけどね。興味ないな。興味ないなんてことないでしょね。いつの間にか眠ってしまったのか。ちょっとだいぶお疲れのようで、クラウドもね。
6番街を越えて7番街へか。7番街へか。一人でなんとかなりそうだな。そうだ。もう行こう。行きましょう。おっと、バレた。もうまたタークス来たのかと思ったじゃない。おとなしく休んで。抜け出せないって感じか。走ったらダメなのかな。ゆっくり。次は見つからないようにと。走ったらダメなんだね。歩いて、こっそりと行くと。そういうことか。お母ちゃんは？お母ちゃんはどこで寝てるのかい？いねえぞ、お母ちゃん。一応お母ちゃんに挨拶して、行きたいところではあるんだが、いないな。まあじゃあ行くか。なんかこっちにアイテムっぽいの落ちてない？これ拾っていこう。カバウのマテリア。カバウ。ほう。エーテル。エーテルなのか、エーテルなのか。津軽なまりだとね、エーテルって言いたくなんだけど。カバウ。ナイト的な感じか。まあ、ダメージ軽減とかするのかな。味方が攻撃されて、されるとカバウ。ほう。これマテリアさ、レベルあるんだよね。これって上がると、と、まあ、威力上がるのかな。回復だったら回復量上がるとか。あれか、KR が、あ、そうか、そういうことか。KR が KR になって、リジェネになって KR がになる。ってことなのか？ちょっと、カバウどう使ったらいいんだろうね。まあ、後々なんか戦略的なことでカバウを使わなければいけない場面も来るのかもしれない。6番街を抜けて7番街へ行く。入れ墨の2番。この、ね、病気の人ちょっと気になるよね。で、こっちから来たわ。あっと、いたお早い出発ね。なぜわかった？危険だと分かっているのにあんたに頼るわけにはいかないさ。言いたいことはそれだけ？それだけです。ティファさんのいる セブンスヘブンはこの先のスラム6番街を取らないといけないの。ちょっとなんかあれだね、いろいろ事情を知ってるみたいですね。案内してあげる。さあ行きましょう。ちょっと待って、行っていいのか。こっち行くわけだけど、まあこれでとりあえずはまあ合流した形なわけ。ちょっと待ってね。一回戻っていい？わーっと出んのかい。エンカウントすんのか。ちょっと待って、もうちょっとね、探索したいところがあるわけよ。あーらら。一撃で落とせない。魔法使うか。釣られた？エーテルを盗まれた。フェニックス、ちょっと待って、返せお前。ふざけんじゃねえよ。おれ、オッケー。あぶねえ、これ逃げられんじゃねえのこれ。大丈夫か。逃げられる前に取り返してくださいじゃねえのこれ。あぶねえな。こっちってどうでしたか。こっちってこの辺はいいのか。探索はいらなさそうだね。でさ、ちょっと待ってね。まだっすよ。エスラム街のこっち家だっけ。いや、エアリス家だっけ。あ、じゃあ全部行ったかな。あ、行ったっぽいっすね。大丈夫だね。よし。ちょっとね、あの病気の人ってちょっと気になるっちゃあるよね。あれな、ただの二日酔いとかだったらさ、ソルマクの増しときゃいいんだろうけど、なかなかちょっとね、間違えたなんかね言ってたからね、なかなかちょっと不安ですよ。これまた魔法選択するときね、これチェンジしちゃう、この十字キーのこの押し加減がね、なかなかね難しいからね。おお、リミットマックスのちょっと。オッケー。なるべく魔法使って
行こうか。魔法のね、マテリアルのレベルも上げたいからね。とはいえすごい遠いよこれ多分。魔法は特に回復なんてさ、これピンチにならないと使えないしね。全体化も一応レベルはあるんだ。そうなんだ。まあいいや、行こう。基本魔法だな、基本魔法で。まあ MP が続く限りっていうか、エーテルをね、ちょっとなんだこれ、あ、またやったこれ、家だよこれ、もう完全に。この新しいこの、ね、ファイナルファンタジーの中で新しい発想というか、家がモンスターになるというね。レイバーちょっと後ろ下がったからダメージあんま出ないかもしれないけど、セルボンバー、おー、結構なもう規模というか、もう大々的なもうねえ、ミサイルみたいな自滅ドロップ。あ、その割だな、その割だな。うわ強いこいつ、クレイジーアタック。何がクレイジーなのかちょっとよくわかりませんけども、これ焼き尽くしてやれ。オッケー、強かったね結構、最高。これは道分かれてんのかな、なんかその手のひらみたいな、ロボットの手のひらみたいな感じになってますけども、これはいける？あ、違う、いけない。これ下降りんのかな、ちょっといまいちルートがねよくわからん。こうか、こういう感じか。さあ、こういう、またかよお前。サンダー行っていい？サンダー、いいね、ヘルボンバー21。あ、でもあ、なんかすごいあれだね、リミットたくさん溜まった、リミットゲージすごい、うれー、うわー、いいね。魔法クラウドのさ、クラウドの魔法がね結構入るのよ。もうこれだってエアリスで77とかでしょ。お、来た、ゲージ満タン。クラウドやっぱね、あ、また間違えた。クラウド結構魔法入るんですよ、ダメージが。オッケーオッケー。やっぱソルジャー、元ソルジャーだけあって、ね、マテリアの扱いにもだいぶ慣れてるんでしょうか。もう一個使っとくか。エーテルは4つ。オッケーオッケー。まあ、この辺は出し惜しみなしっすね。使うってなると。は違うか、これん、これか、これ渡っていくって。ああ、そうかそうか、こういう感じか。いいですね、いいですね、楽しいね。ちゃんとこれ行くところもこうガイドしてくれてるからさ、ありがたい。この奥に7番街へのゲートがあるの分かった。じゃあここで別れようか、一人で帰れる。ここで返すのもまたちょっと危ねえぞこれ。ねえこれ、いやん、帰れないって言ったらどうするの。うわぁ、これ、ちょっと待ってくれ。家まで送る。7番街まで一緒に。いやぁ、これは、いやぁ、一緒に行くか、じゃあ。それもいいかもね。でも、クラウド困らない？いや、困るよね、これ。何が？なんでもない。ちょっと休むか。すごい、こう、思わせぶりな。しかもね、エアリス、女性からちょっと休憩しない？みたいな。マジかよ。ちょっと、エアリ誘われてるぜ、これ、完全に。懐かしい、まだあったんだ。あー。子供の頃、来たのかな？クラウド、こっち。そういう感じか。あのね、これ、気持ちすんごいわかるわ。まあまあまあ、ちょっと、いいや。ちょっとこれ、はい。僕がちょっと喋りたいこといろいろあるんですけど、それちょっと後回しにして。あなたクラスは？クラス？
それじゃあのクラス、ああなるほど、1組2組3組みたいな、なんかそんな感じかと思ったけど、ああ俺はクラスファーストだ。なんかこうたまにこうピシャーってこうね、画面がこう来るよね。ちょっと何言ってるかわかんないけど、ね、白いさエフェクトみたいなのが、ふーん同じだ。誰と同じだって？初めて好きになった人。まあいろいろね、なんだろう、知ってます。何回も言いますけど、僕これプレイ経験ありますので、クリアまで行ってますので、大まかなこのストーリーの流れは分かってます。これも一応ね分かってますけど、分かってない体で実況してますんで、初見っぽい感じの体で実況してますんで、はい、付き合ってた？そんなんじゃないの、ちょっといいなって思ってた、初恋のような。もしかしたら知ってるかもしれないな。そいつの名前は？もういいの。おー、なになになに、あ、チョコボくせえな、馬車っていうか、あ、チョコボだね。ん？あの後ろティファ、え？行っちまった。あれに乗っていた人がティファさん？どこ行くのかしら。それに様子が変だったわね。後ついてくるのかこれ。え、待て、俺一人でいい、あんたは帰れ。帰るに帰れないっすよねこんな場所。はい、でちょっとね喋りたいことを中断したんですけど、このエアリスのね、このちょっと、あ、これまだあったみたいなね、この滑り台行を見てさ、まだあったみたいな表現しましたけど、僕もね、まあなんとなくこの気持ちがわかるっていうか、昔住んでたそのなんだろう、町会っていうか、なんだろうね、村っていうか町っていうかさ、あるじゃないですか、なんとか何丁目ね、一丁目とかさ、なんとか団地一丁目とかさ、なかなか都市部の方だとちょっと聞き馴染みのない住所とかになっちゃうかもしれないけど、田舎だとまあそういうね住所が多いんですけど、やっぱりこのちょっとした住宅街の脇にこういう公園とかあって、で小さい頃こういう公園でね遊んだりとかよくしたもんなんですけど、最近ねなんだろう、その危ないっていうことでこういう遊具がねだいぶ少なくなっちゃってるんですよね。もう遊具だけがなんだろう取り上げられたみたいな形になっちゃって、撤去してる形になっちゃって、ただただこうさらちの公園みたいなさ、なんかこう小さい頃見てた時のその景色っていうのがなんかね、大人になって今になるともう違う景色になっちゃってて、ちょっと寂しい気持ちになったりもすることもある。大人になってからね、まあ最近でもそうなんだけど、昔よく遊んだ公園とか行くとさ、なんかいろいろこう遊具があったんだけど、あれ全然なんもないみたいな、ただベンチあってとか、ブランコはまだあったかな、どうだったかな、まあそんな感じだよね、ただただベンチが置いてあって、このなんか噴水っていうか水飲み場みたいなのがあって、砂場があって、とにかくその高く登るジャングルジムとかさ、なんかなくなっちゃってんだよね。それがすごくこう寂しいっていうか悲しいっていうか、だからエアリスがね、あ、これまだあったみたいな、あの表現がすごくね、なんか懐かしい気持ちとかセンチな気持ちになりますよね。はい、まあいいや、続きいきましょう。ちょっとね語ってしまった。さあさあさあ、おー、飯どころ、飯屋ありますよ。いいね、なんか腹減ってきたな。さあまたこれね、異様な雰囲気のね、ちょっと繁華街っぽい感じのネオンの街みたいな、ここいろんな意味で怖いとこよ。特に女の子にはね、早くティファさん見つけなくっちゃ。なるほど。完全にこれファイナルファンタジー界のね、歌舞伎町みたいな、そんな感じなんでしょうか。ちょっとセーブポイント見えてましたんで、ちょっと今回ここまでにしときましょうか。
25分、ちょっとこれ以上また次のセーブポイントとなるといつね、どのタイミングでセーブできるようになるかちょっとわからないので、どうしようかな。セーブランナー、これな、どんどん下の方に行っちゃってもいいのかな、どうなんだろう。まあ行くか、行くか、どうせ一周してきたらまた一番上にこう戻る形になるだろうから、まあ3つは3つで回せるんだけどね。まあまあまあいいや、一番下いきます。じゃあはい、 OK、 よーし、ウォールマーケット OK。 はい、というわけで今回はここまでにしておきたいと思います。次回はちょっといろいろね、ここ探索してね、見たいと思います。ティファの行方を探しつつ、いろいろ情報、ね、新しい情報入ってくればいいなっていう感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあ今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。